今月のビジネスチャンスは何点ですか？今月もいい。これはね、88点。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。ビジネスチャンス2021年12月号。はい、前回ね、特集、まあ面白かったですね、2つともね。はい、すごいですね、はい、これね。あの気合が入った特集で、非常に僕が読んでも勉強になると。はいはい、いう感じでした。フランチャイズチャンネルについて触れてくれるのはいつなんだろうかと僕は心待ちにしてるんですけど、はいはい、で今回もインタビューもねなかなか良くて、まずは前の方に出てますけど、はい、センチュリー21の園田さんが出てますね。お、まあ、センチュリー21もいよいよ1000店舗になるっていうんですね。へ、うん、今伊藤忠が親会社ですけれども、日本でもね、まあ数少ない直営を持たない本部ですね。全世界その方式でやってると、まあ、それについても触れてるんだけど、結構インタビュアーが結構いいとこを切り込んでて、御社の直近2期のフランチャイズの加盟店の推移は年間新規で60以上が出店してますが、40から50の店が離脱と、純増10から20ですと。ほう、コロナもそうですが業績不振店に対する支援も課題ですなんていうことを聞いてたりする。なかなかね、うん、ぶっちゃけてますね、うん、つかインタビュアーが言ってるのね。そうそう、インタビュアーが言ってるんですよそれをちゃんと真正面から受け止めてしっかり答える社長も素晴らしいじゃないですか、うん、ちゃんと答えてる、そこら辺もね、非常に好感が持てる好感度高いね、うん、このセンチュリー21についてはですね、触れておきたいのは加盟店の交流っていうのがもうむちゃくちゃこう大事にしてる本ですよ。いいフランチャイズじゃないですか。要するに直営がないから、直営でこうだからっていうのを教えるのがフランチャイズって考え方がないわけよ。なるほどね。だから加盟店同士の交流を 超やるわけ、はいはいはい、そういう加盟店オーナー会みたいなので、37年オーナー同士のつながりを醸成って書いてあるけど、これは本当だと思います。で今回もね、やっぱりコロナによって打撃を受けるわけじゃないですか、はい、そこで実は先ほど申し上げた昨年の緊急事態宣言下でも加盟店さんの中で大きく業績を伸ばしたところがありましたと、この会社は対面接客ができなくなったと分かった途端、思い切って電話営業にシフトしてお客様との接触頻度を増やして関係をつなぎ止めたそうですと。もうこういう加盟店が現れて、でみんなそれを真似していくと。本部でも想像できないことをスピード感をやってやられるところがこう加盟店にあると。で加盟店同士がいい加盟店のまま寝ていくというね、これはいろんなフランチャイズの本部さんが学ぶべき、これやっぱ直営を持たない加盟店のすごいところに見習ってくださいっていう、まあ、そういう姿勢でやってきてる本部なんだね。直営で成功事例を出して SV がそれを伝えるということじゃなくてもフランチャイズはできるんだということも証明ですよ。でも1000店舗になるんだそうです。本部としては何やってるかというと、テレビの宣伝とか、そういうところにお金をかけてるだけという、そういうことなんですよね。で最後ですね、これ一番最後に言っていただいて、いつもいいメガフランチャイジー半世紀。ほう、これは今回ビッグプレイスの石塚さんですよ。ほう、66ページですね。歴代では若い社長なんじゃないですか。そうですね、56歳、僕の2つ上ですね、はい、セコムに新卒入ってんだね。で私が入社した1987年は一人の学生が10社から内定もらえるような時代ね、僕と同じバブル世代だから、もうどこでも行ける時代だったんですよ。で、まあ、セコムは選んだのはやっぱり社長をやるんだったら歩合制の営業会社がいいって言って、まあ、選んだっていう話なのかな。まあ、石塚さんとは僕はベンチャリンク時代に、石塚さんは中央遊戯場さんっていうパチンコをやってる会社の新規事業部長みたいな人だった。へえ、そうだったんだ、うん、そこの会社の山本社長という方がもう石塚さんに新規事業を任せてたのね。この方が社長みたいな感じで当時もやれてたような感じが僕は思い出します。まあ、セコムからパチンコやって、パチンコ屋に入って、石塚をパチンコ屋の店長にしておくだけではもったいないと思って、まあ新規事業を探してこいっていうふうに社長に言われてやったのが始まりです。で牛角を探してきたわけですよ、はい、そういう例ってもっとあってもいいような気がするんだけど、あんまないんね。なるほどね、全権任せないんだろうね、きっとね。なるほどね、で石塚さんはそこで牛角を探してきて、はい、まあ、これは確信があったっていうんだね、もうこれ成功すると。で何店舗かやっていただいて、でただやっぱりそこはね、名前は出てこないんだけど、牛角の他の外食もやるから、はい、そっちはまあいかないと。他の外食ブランドは牛角ほどのインパクトはなく、20店舗ほど運営しているたが苦労も多かったと。オブラートに包んでます、ね、オブラートに石坂さんのリックプレイスっていうのは、はい、この中央遊戯場の役員をやられてる時に作った社内ベンチャーというか社内独立なんだ。リックプレイスで初めてやったのが一等神戸市の学院ですよ。でもこれもね、最初ちゃんと正直に書いてあります。
うまくいかなかったと。お、うん、まず2教室加盟したんだけど全然うまくいかなくて、その次の年も2店舗かなしたんだけどやっぱりうまくいかなくて、失われた4年間って言ってますね。いや、それが全然うまくいかず、ここから失われた4年間が始まりますってね。そうそう、一等拳道学院の大オーナーなんで、はい、今も100店舗なとみたいな、うん、一等だけでもかなりあるからね。でも最初からうまくいったわけじゃないと。最盛期で97校舎を展開、なるほどね、すごいね。石塚さんが一等やったのは、うん、このベンチャーリンクがやったこの7つの習慣 J というね、うん、はい、これに惹かれて一等をやったわけですよ、はい、でもやっぱ最初苦労して、うん、でもそこからやっぱりうまくいかせましたからね。一等の場合はうまくいったオーナーがダメな校舎をどんどん買っていくというのが、うんうんうん、まあ、これ稲吉流ですので、はい、それについてもちゃんと書かれてますね、あの後半の部分でね。現在も約8割の店舗が譲渡案件だと。一つの成功モデルができたので、あとはとにかく増殖するためにコピペすると。そしてそれをするならば他社さんの不審点を立て直すのが一番早いわけですと、はい、他社さんは学習軸を第二の柱としており、業績が悪くなっても人材はぬるいままの状態になっていると。要はベンチャーリンクが紹介したところなんで、建築会社が一等やってたりするわけですよ、はい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 、だからぬるくなっちゃうと、業績が悪くなっても。なるほど。その点我々は本業でやってますから、活、の入れ方が違うと。なるほどね、うん、そういうことも本当おっしゃる通りだなっていうところも分かりますけど、けど第二の柱にしてもらえるから異業種のフランチャイズが加盟してもらえて、いろんな考え方が得られるということもありますからね、うんうん、やっぱり軸だと、まあ、あれが起こるんですよ、あの単月赤字、うん、報酬があってなんとか年間黒字みたいな、うんうんうん、そうなってくるとやってる方は考えてくるわけですね、うんうんうん、毎月じゃもう利益が出なくなってきたと、なると今度は売り時みたいになってくるわけですよ。石塚さんのところとか、まあ他ね 3,4 社ありますけども、まあ、そこにどんどん、うん、あの M&S していくっていう。でやっぱ業績良くなるって言うんだよね、みんな、うんうんうん、でもこれは確かに分かりますよね、うん、前の会社力入れてくれてなかったのが石塚さんがグループに入れて力入れるわけだからって、これが一つのですね。石塚さんが最後にこれあれだね、フランチャイズを選ぶポイント、そのフランチャイズに社会性があるか、うん、本部の社長がどういう考えでフランチャイズを展開しようとしてるかってことね。それから独自性で、最後に経済性だって言うんだね。でこの順番が大事だって言ってます、石塚さん。要するに儲かるからっていうんじゃなくて、まずは 社会性、社長が何を考えてるかとか、それから独自性、これがあるかで、最後に儲かるからって言って、儲かるところは自分でやれるよっていうふうに思ってるのかもしれないね。まあいつかねこの番組にも出ていただきたいですね。そうですね、はい、今月のビジネスチャンスは何点ですか？今月もいい、これはね88点。どんどん上がってきてる、すごい点数高い、うん、というわけでね、すいませんね、あの勝手にほらこうやって米田コーヒーも宣伝出してんだから、はいはい、はい、ちっちゃいのでいいから、うん、そしたらちょっと取り上げてもらえる、うんうん、いや、あのそんなんで取り上げられるしかない、はいはい